西オーストラリア州の地域。最北部がキンバリー。キンバリー地域は、オーストラリア、西オーストラリア州を9つに分けた、地域区分のうちの一つ。最も北の地域にあたり、北にティモール海、西にインド洋、南にピルバラ、東にノーザンテリトリーと接している。キンバリーという名称は、南アフリカ共和国の著名なダイヤモンド産出地で、ある、キンバリー市にちなむ。 もともと警官が似通っているため付けられたものであったが、後に当地にもダイヤモンド鉱山が発見され、さらなる類似点となった。キンバリー地域の地図、キンバリー地域の地形は、厳しい気候による土壌侵食に侵されるため、南部のオード川及びフィッツロイ川の周りを除いて、古代からの切り立った山岳地帯が多い。その土壌は、利用可能な粘土質の地域を除き、 ほぼラテライトで占められる。標高が1000メートルを超える山はないが、無数の瞬間内は山が広がり、地域内の移動を容易でないものとしている。特に浮きには、未舗装路のみならず舗装された道路さえもしばしば浸水し、通行不能になることがあるため、困難さを増す。デボン期には、海水面が加工するよりも、以前、産後礁が形成されていた。この産後補は、 グレートバリアリーフともよく似たものである。今日でも、ネイピア山脈や、ニンビン山脈で見られ、トンネルクリーク川や、ビィンジャナ渓谷、ゲイキ渓谷などが代表的である。この地域は、自然地理学上の地域分類としては、キンバリークと呼ばれ、西オーストラリア縦上地地区の一部である。キンバリークは、キングレオポルド山脈、デュラック山脈、レベック大地、ブラウズ定地、 ロンドンデリー第1万万湖などを含む。気候は熱帯モンスーン気候に属し、降水量のおよそ9割は11月から4月までの雨季に集中する。ブルーム周辺ではサイクロンに見舞われることも珍しくない。年間降水量が最も多い地区は北西部のカランブルで年1270ミ、mm、リメートルに達する。逆に最も少ないのは南東部であり、 およそ5 2 0ト、mm、ル。5月から10月の寒気には、南東の内陸部からの乾いた風が晴れた日と涼しい夜をもたらす。1967年以降、全域で年間降水量が2 5 0ト、mm、ルほども増加するといった気候変動が起きている。最近の調査では、地球温暖化ではなく、アジアでの大気汚染の影響が原因であると指摘されている。 1997年と2000年は特に、降水量が多く、フィッツロイ川を、はじめ多くの河川で最高水位の記録を更新した。キンバリー地域はオーストラリアで最も暑い地域である。南半球では冬にあたる7月でさえ最高気温は、ほぼオレンジツ摂氏30度に達し、雨季の始まる11月にかけて沿岸部で、摂氏37度、ホールズクリークなどの南部内陸地区では、 摂氏40度にもなる。最低気温は7月に南部で摂氏12度ほど、北西部で摂氏16度ほど、11月12月には摂氏26度前後の日が多い。この地域に住むアボリジには、気象面での変動と動植物の生育状況を元にして季節を定めていた。植生について、キンバリー地域は主にユーカリやバオバブの生えるサバナに、 覆われている。多量の幸運に恵まれている北部の強谷地帯では、タウリンもところどころ存在するが、1965年までは知られることがなかった。このタウ地帯は、クイーンズランドの湿潤熱帯地域や、西オーストラリア州南西部地域以外では最も植物系統的に多彩な地域である。面積は423,517。 経平方メートルであり、西オーストラリア州の6分の1を占める。また、日本のおよそ1.1倍にあたる。人口はおよそ3万8000人。年に4.8%の人口増加率を誇っており、これは西オーストラリア州全体での増加率の約3倍にもなる。人口分布はかなり均等で、人口2000人を超える町は、ブルーム、ダービー、カナナラのみである。 この地域の人口のおよそ3分の1はアボリジニである。キンバリー地域はオーストラリアで最も早くから人類の定住した地域の一つであり、約4万年前には現在のインドネシアにあたる島々から人類が上陸していた。連邦議会について、連邦議会の選挙区では、キンバリー地域はカルグーリーなどと同一のカルグーリー選挙区に含まれる。議会について、 衆議会の選挙区に関しては、ほとんどの地域がキンバリー選挙区となるが、ホールズクリークやフィッツロイクロッシングといった南東部はピルバラ選挙区に属する。キンバリー地域は夏季の地方自治体によって構成される。キンバリー地区では夏季の多様な経済活動が見られる。農業についてヨーロッパ人の入植当初よりこの地域は放牧地として利用されてきた。 最近では、カナナラ近郊でのオードガー灌漑事業により、農業も盛んである。西部においても、カンバリン灌漑計画が存在したが、この計画は1983年に中止、撤回された。しかしなおもブルームを中心とした、周辺地域において、果樹栽培が行われている。肉牛の飼育も広く行われ、ほとんどが生きたまま出荷されるが、 ウィンダムではこの地域で最後に残った生肉工場が稼働している。以前はブルームやダービーにも加工工場があったが経営的な問題から閉鎖された。水産業についてアーガイル湖やその水系などではバラマンディが生育している。ブルームには港のそばにアクアカルチャーパークがあり、いずれもこの地域で盛んな遊漁産業を代表している。真珠採取について ブルームを中心として沿岸部で新需要殖が盛んに行われている。工業について全世界で年間に産出されるダイヤモンドの3分の1がアーガイルとエレンデールの鉱山によりもたらされている。ブリの油田からは原油の採掘が行われており、その沖合からは天然ガスの採掘も見込まれている。フィッツロイクロッシングの近郊のピララ、サレーマレー。 カジュバットの鉱山からは、アエン並び鉛が採掘されている。これら鉱産物の最寄りの積み出し鉱として、ダービーが利用されている。キンバリーが面する地毛旅海では、海底ガス田の探査が進められ、2000年代以降、育クスガス田、バユーンダンガス田などの開発が本格化。国際石油開発定石や、シェルなどが、LNG の本格的な生産に向けた準備を進めている。 パーヌルル国立公園の岩山キンバリー地域は旅行先としても人気であり、パーヌルル国立公園、ギブリバーロードアーガイル湖、エルクエストロホリゾンタルフォールケープレベックなどが有名である。アクセスには4輪駆動車が用いられるが、ギブリバーロードとバングルバングルへ至る道路は時期によっては普通の2輪駆動車でも通行可能となる。キンバリー地域はディスカバリーチャンネルの番組、マン VS。 ワイルドの舞台となった。5LNG 開発で最大1.7兆円融資国際定席。3 k b i ズ httpwww.3KBiz.jp ビジネス,ジネスニュース12万 1219BSD1 兆2121億9050万1 2 n 1 h t m 2 0 1 2年12月19日閲覧。ありがとうございます。